マイク・ボイトマイク・ボイトは、ケニアの陸上競技選手。1972年ミュンヘンオリンピックの銅メダリストである。ボイトは、ケニア西部リフトバレー州、経由圏移転出身。1969年に800メートルで、ケニアの高校チャンピオンとなる。卒業後は、ケニアった大学に進学。大学を卒業した1972年には、ミュンヘンオリンピックに出場し、 800メートルでアメリカのデーブを追っ取るソ連のエフゲニー・アルザノフに次いで3位となり銅メダルを獲得した。さらに1500メートルにも出場。ケニアの伝説的なランナーであるキプチョゲケーノも出場していた。このレースでは惜しくも4位となり2個目のメダルを手にすることはできなかった。ボイトは四年後の百七十六年モントリオールオリンピックへはラグビーで 南アフリカ共和国と交流したニュージーランドがオリンピックに出場することに対してケニアをはじめとしたアフリカ諸国がボイコットしたことにより出場することができなかったこの時トラックの色も知らないオエラ方が我々からオリンピック出場の機会を奪ってしまった恐ろしいことだとボイコットを批判するコメントを出したそれでもボイトは1970年代を通じて 世界のトップランナーであり続けた。1974年のコモンウェルスゲームズに、1977年のワールドカップの800メートルでは、モントリオールオリンピック優勝のアルベルト・ファントレナと大接戦を演じに、100メートルのエス・ウィリアムス、長距離のミルツ・イフターと共に、モントリオール部出場組の存在感を示した。 1978年のコモンウェルスゲームズでは800メートルで優勝。1500メートルで3位。1979年の第1回アフリカ選手権でも1500メートルで優勝を果たしている。しかし、1980年モスクワオリンピックは、今度はソ連のアフガニスタン侵攻に対し、ケニアがボイコットしたため、ボイとは再びオリンピックの舞台に立つことはできなかった。 ボイトはその後も競技を続け、1990年に現役を引退。引退後は国際、陸連の組織の一員として活動。現在ではケニアッタ大学の体育学の教授の職にある。ケニア初の冬季オリンピック選手として1998年、長野オリンピックのクロスカントリースキーに出場したフィリップ・ボイトは彼のおいにあたる選手である。ありがとうございます。